回はアニメ薬屋の独り言第2話の感想やコメントなど視聴者の反応を紹介していきます。それでは紹介スタートです。続けて2話目突入。不愛想な薬師。薬師といえばエルルー思い浮かぶ。この鎧も歌われるもので見た気がする。これさっき見た。ニラと間違えて水仙食べちゃったかな。実際敵が紛れ込んでたりして兵士に毒盛るのとか有効な手段だけどな。気の毒な村人たち。また村長が犠牲になるのかな。犯人と村長ほとんど関係ないんじゃ。冷静な人がいて本当によかったね。いやーランセランセ。ガオシュンはだいぶ低い声だね。小西さんの声落ち着いててさらにイケボ。玉葉妃の侍女は4人。侍女の数はリファ妃の半分以下。少数精鋭。玉葉妃天皇。まおまおは都合のいい駒扱い。駒嫌がった。SSR 侍女。色目ねえ、果たしてまおまおに効くかな。楽しそうな人種様。自分の顔面の良さを熟知してる人種様。ナルシストにありがちな思考。できるまおまおは今日も憂鬱。出世したから服の色が変わっとる。緑色だ。見覚えのあるまおまおの服装になった。なんかいる。人種も来ちゃった。用はない。じゃあなんで来た？暇なのか？至極当たり前の疑問。キラキラ人種様。フィルター展開わら。管理領域かな？きらめいてんなわら。ゾゾゾゾゾ。マオマオの耳を感が走る。まさに猫が毛を逆立てたような。ゾワゾワってなってる。表現が名前の通り猫なんよ。色気全然通じませんな。私がこうすることで喜ばぬ女はいなかったと言わんばかりの顔。いや聞いてないからわら。こいつ面白いやつだ。面白い男。そのうち壁ドンしてきそうわら。気持ち悪ぅ。色目は逆効果なようだ。デパフかけられたわら。侍女頭の本にゃんさん。翡翠宮って階段あったんだ。日の宮2階建てだった。玉葉妃とその赤ちゃん。ちょっと大きくなった少林。守って守護月天。部屋広いな。背景美術最高だわ。中華風の異国情緒が感じられて素敵です。左のこの子可愛い。これが選ばれし他の侍女。みんな良い人そう。人名の読み方は中国語なのん。左腕の包帯に気づく侍女3人。左手の封印がうずく。12秒かな。そっとしておこう。気を使われている。目がうるうる。痛い子を見る目だな。親の虐待あとわら。誤解されてる。全然違います。自分の趣味の実験でやってるんだよな。みんな優しいわら。いい人たちなんだよな本当に。いい人ばっかりでよかったねマオマオ。主の人柄が侍女の質になっている。異例個室もらったのか。マオマオのお部屋広いね。前の暮らしよりいい環境なんじゃないかな。さすがに侍女たちの同情の視線には気づいてた。これはなかなか美味しそうな料理に見えるが。毒味に対するリアクションよ。目が椎茸わら。毒味役で喜ぶな。猫になってるマオマオかわいい。前の毒味役の侍女かわいそう。うっわ、えげつな。かわいそうすぎる。一発つもの可能性あるのかよ。高級と暗殺は必ず絡んでくるね。っていうか命の恩人に何させとんねん。鑑定中。色や匂い、舌のしびれで判断するのか。実食。腕でいろいろ試してたのんわら。好奇心旺盛すぎー。蛇に呆れられてる。マッドサイエンティスト。マッドサイエンティストというワードが出てくる高級物語。忍者かな。キルアかよ。夜三体質か。美味しい高級料理食べられる分役得わら。笑ってる。マジで惹かれてて草。ある意味適任だったわけだな。試されてたわら。また人種様が好感度下げてる。人種様本当に色々企んでるな。人さらいにもお金が支払われてるのか。それは確かに尺。酒代奪ってやろうキャンペーン。少しでもいい思いをさせないように抵抗するのマオマオっぽくていいよね。どうした急に。突然の意地悪展開にビビった。本人様の悪巧み。人さらいへの仕送りをさせないためにか。人さらいに金を渡さないハメ方ナイス。棒読みわらわら。話がわかる上司だ。いい性格してる。うまいなこの人。本にゃん様のこういうとこ好きよ。この辺のやりとり面白いなわら。雑用のほとんどを他の侍女がしてくれるから暇なマオマオ。ゴロゴロ。マオマオ豚になってる。ブチってる。個室だからって毒蛇なんか持ち込んだら色々疑われちゃうだろわら。豚のレバーは加熱しろ。呼び出されてきてみれば。にっこりキラキラ人士。嫌な顔わら。お仏を見る目だなわら。色目が通じない。なぜ聞かぬわら。キラッとな。侍女で色目を試すなわら。こいつ、こっちみんな。やっぱり聞かないわら。遊ぶなわら。
今度は毒味じゃなく味見？アンギッシリアな。うまそう。くんかくんか。サインサイン入り。怪しいのはご承知でしたか。知ってて食べさせようとした。確信犯。これにはドン引きだ。マジで嫌な顔するのくさ。いい表情だ。まおまお乱れさせてどうするつもりだったんだ人士。抑揚費楽しそう。ここで遠征に出ていた討伐部隊の話。集団食中毒じゃないかな。最近絡みはさすがにないだろ。冷静な武漢偉いぞ。まおまおに気づきあり。心当たりがあるのか。尺投げの花。尺投げ食ってる。もっしゃもっしゃ。吐き気や呼吸困難を起こす植物を平気でハムハムするな。秋燃やしたら毒の煙を出すやつあるよな確か。凝畜糖かな。グレープニルで見た。凝畜糖を焚き火にするのはやばい。現代でもよくある事故なのでみんな気をつけよう。美薬を作ってほしいとな。やらないか。遠回しなお誘いかな。お前にそんなの必要ないだろう。急に絵柄が変わったぞ。条約ですごく嬉しそう。ハートみたいな口してんなわら。かわいいわら。テンションが上がると耳が生えるマオマオ。わかりやすいな。この薬をたくがわら。なるほど、この人種って人は女官の低層概念を見極めるための餌か。イケメンの有効活用。この顔最高じゃない。いやパンかな。ド M にはご褒美です。なんか目覚めちゃってる。変態だ。人種がヤバい。扉開けとる。顔順ドン引きで草。今晩あたり訪問に念のため勘抜き。しっかりドアガードする人種様笑う。色男も大変だ。クエスト出発。猫 SD かわいすぎる。やる気に満ち溢れるマオマオ。苦労人の顔順だ。見るからに苦労人ポジ。顔順さん渋くていいね。あれ呼ばわりである。ヤブ医者わら。ヤブ医者めっちゃ嫌そう。嫉妬してるいかんおじさんわら。おしろいの毒わからなかったヤブー。おめめキラッキラのマオマオちゃん。薬棚が光り輝いてる。薬オタクのマオマオには天国だろうな。顔とろけすぎわら。まるで猫の赤ちゃんが可愛い動きしてるのを見たような反応。ウッキウキでワロスわら。そんな踊り出すほどか。マオマオダンス見られたわら。いたのかわら。呪いの舞わら。毒耐性効果不要のエンチャントかかりそう。袖を押さえて字を書く描写細やかだ。カカオとかあるんだな。チョコレート作るの？カカオが交易品で手に入る世界。お菓子作りでも始めるのかな？チョコレート作る気か？チョコレートが美薬なのん。この時代のチョコレートとかマジで高級食材の大合体だな。侍女たちも興味津々。美薬の作り方が始まったぞ。昔はチョコでも結構な刺激物。マオマオも食べたことあるのか。酔っ払ってる。この状態なら落とせる。はいできん。仕事が早い。手際めっちゃいいな。これはできるマオマオ。余ったやつで何を作ったんだ？そんな適当に置いといて大丈夫か？あれって材料的にはかなりいい匂いするんじゃないかな。勝手に食べられそう。つまみ食いふかし。庭で薬草見つけたわら。光ってる。採取できる草が表示される世界。台座のアトリエかな？マオマオホイホイ。もう夕方だよ。夢中になりすぎだろ。洗い物はどうしたわら？あら、どうしてこうなったわら。貴重なお色気シーン。谷間エチエチだ。ラッコ鍋状態わら。これは完全に事後わら。つまみ食いしたなわら。やっぱり食べちゃったか。効力抜群。甘い匂いに集まる虫かよ。スカートめくって確認したう。未遂わら。そういうことじゃないのよ。容赦のないチョップ。あれがマオマオの夜食だということに驚きを隠せない皆さん。そりゃ食べたらあんな状態になるもんを夜食だって言われたら衝撃やわ。頼まれてた美薬よりも明らかに量が多いんだが。食うなわらわら。まあこいつなら平気そうっていう気はする。 NG わらわら。問題しかないわら。玉葉姫めっちゃ笑ってるわら。冗談には聞こえなかったね。人種様のサービスショットにくさ。イメージズエット。脱がされてる。この宦官スケベすぎる。チョコ食べすぎると鼻血出る話久々に聞いたな。通常の3倍の効果。そんな効果あるのぬ。この時代は嗜好品への耐性がないからチョコでも効き目強いのか。持続とか言うなわら。 ED で悩んでいたルーデウスに必要だったもの。帝の帝が帝になっちゃう。懐に入れたりしたら溶けて一塊になったりしないか。あ、後ろでつまんだの見えたう。まだいた。こいつ、気配がない。か、顔と声がいい。セクハラですよ。イケメンじゃないと許されません。ロリコンなんすか。一個取られた。食ったのかわら。うまそうだから仕方ない。全然ときめかないマオマオ。微塵もなびかないのマジおもろい。
普通に考えると年派のいかない少女に色目使う人種様やばいよな。まあ普通にやばい上司ではあるな。人種の子供っぽい顔がたくさん出てきて嬉しい。は？外壁に人？幽霊？貞子かな？ホラー展開もあるんですか。ダークギャザリング要素。ラストに引きを入れてくスタイルなのね。引きしっかりしてるなこの作品。ヤブ医者の名前がヤブ医者なのマジかわいそうわら。第3話幽霊騒動。薬屋と全く関係なさそうなサブ隊。高級のカラスかな？ジュセツちゃんの出番。ミステリアス。はい、というわけで薬屋の独り言第2話の反応集でした。ここまでご視聴ありがとうございました。この動画が良かったら高評価ボタンをお願いします。もし興味があれば他の動画も見てみてください。